ということで、お次のジネタはこちらです。ウィルキンソンジンジャーエール辛口ペット500ミリ。ということで、前回、とりあえずじってみたの番外編で、ウィルキンソンの炭酸ペット500ミリを飲んでたんですけど、で、その時に、いやー、これでジンジャーエールだったなーつってで、ね、しかも辛口が僕一番好きでっていうのを前回 の番外編で言ってたんですけど、で、6月14日に、ウィルキンソンのジンジャーエール、しかも、辛口が出てるんです。出てたんです。発売してるんです。そうなんです。出てるんです。すごい嬉しくて、これテンションが半端じゃなく上がってその瞬間、うわ、出たんかいとか思って。炭酸水の時より、がぜんもう、それをさらにこう、もう超える、もうかなり超えるっていう、もう本当にもう嬉しい限りでございます。ということで、こちらですね。こちらです。ウィルキンソンジンジャーエール辛口。では早速、待ちに待った。半端じゃなく嬉しいですね。ウィルキンソンジンジャーエール500ミリ辛口ペット500ミリをいただきます。あー、きたー。うまいですね。やっぱりこれですね。これぞザジンジャーエールですね。もう本当に。普通のジンジャーエールより辛いんですよ。辛味がかなり強いんですよ。どちらかというと、普通のジンジャーエールって結構甘いんですけど、このウィルキンソンのジンジャーエールの辛口は甘くないんですよ。あまり。辛味がかなり強いんですよ。飲み応えがすごいいいんですよ。こう、炭酸と、失礼しましょう。すごく辛くて、まあ、この炭酸とこうちょうどいい具合にかなりミックスして、この喉をシュワーっとこう刺激するのが、まあ、この、ウィルキンソンジンジャーエール辛口ペット500ミリなんですけど、これうまいですね、本当に。甘いジンジャーエールとかが好きな人はあんまりまあ飲まない方がいいですね。コーヒーが好きな人とか、紅茶とかお茶とか、そういったこう、なんて言うんだろう、コーヒーブラックでとか、紅茶はストレート無糖でとかっていう人には、割とこのウィルキンソンの、ジンジャーエール辛口は合うと思いますね。これは多分もう、ほぼ毎日これから飲みますね。これうまい、本当にうまいですね。これは無理だな。これの一気は無理だな。果たして私の顔のパーツはいつ使われるんでしょうかと告白。世の中エグスさんの存在を疑わしむ中での発言は炎上した。